慢できなくなるんだ。日付の変わったスマホは眠れないわな。あなたの言葉欲しくて待ち続けるラプンツェル。おとぎ話みたいな奇跡を望むわけじゃないんだ。あなたと昨日よりも少しだけ近づきたい。あなたの好きな人になりたい。ラインも目落ちするわもう山ほどしたい。あなたの好きな人になりたいのにどうしてだろう。焦る気持ち止められない。胸が騒がしくなるから既読がつくまで眠れないよ。好きなんだ。朝起きて通知を確認して、公式ばかり寝切りしないで忙しい一日が始まっていく。でもねはっと思い出す、いつもいつも簡単に心を奪っていく。昔話みたいな退屈な話題でもいいの。あなたと昨日よりも少しだけ近づきたい。あなたの好きな人になりたい。ラインも寝落ち通話も山ほどしたい。あなたの好きな人になりたいのに今日も私素直になれないままで近くして髪を伸ばして待っているわ。好きだから恋はいつでもタイミングなの。追いかけすぎないように。第一話一節一楽章、一番になるのはいつでしょう。いつまで待てばいいの。「グッと気持ちをこらえて髪を伸ばして待って」